AFC ヘルマンシュタットは、ルーマニアのシビウ県、シビウをホームタウンとする、サッカークラブである。ヘルマンシュタットは、シビウのドイツ語名である。2015年に創設された。リーガ4シビウ県リーグに参加して、優勝、昇格プレイオフで、ゴルジュ圏優勝のカルブネシティに1から0、5から1で勝利して、リーガ3昇格を果たした。リーガ3では、セリア5に所属して、 優勝2シーズン連続で昇格を果たした。シビウのクラブがリーガニに所属するのは2011から12シーズンにリーガ1から降格し、2012年にリーガニから撤退したシエシューボインツァシビウ以来となる。2017年8月5日に行われた CS バロテシュティ戦でリーガニでのデビューを果たし、3から0で初勝利を挙げた。第34節に、 AFC キンディアトゥルゴビシテと1から1で引き分けて2以上を確定し、クラブ創設から3年でリーガ1昇格を果たした。2017から18シーズンはクパロムニエでも躍進、準決勝で CS ガズメタンメディアシュに勝利して決勝に進出した。海リーグのクラブが決勝に進出するのは1981から82シーズンの FC バヤ、 マレー以来36シーズンぶり通算15回目であった。決勝では CS ニーベル仕立てアクラヨーバに零から2で、敗れて、準優勝に終わった。2018年7月21日に行われたシェプ氏、大阪スフントゥゲオールゲ戦で、リーが1でのデビューを果たし、1から0で、初勝利を挙げた。ありがとうございます。